それでは曲の解説をしていきます。12小節のブルース進行でキーは E です。普通10小節目はサブドミナントの A7 に行くところですが、 B7 にしています。フレーズはドリアンスケールにフラットフィフスを足したものを弾いています。各コードごとにルートからオクターブ上のマイナーサードまで上昇し戻ってくるという単純なものです。ただし1音目のルートの次はナインスを飛ばしてマイナーサードを弾いています。最後の2小節ですが、11小節はこれまでと同様にドリアンプラスフラットフィフスを弾いて、12小節は Bm ペンタを弾いて、最後に B7 のコードトーンであるセブンスとメジャーサードを複音で鳴らしています。最後に今回使ったバッキングトラックを収録しておきました。12小節を4回繰り返しています。機材は NewXMG30 を使って録音しました。最後までご視聴ありがとうございました。